他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが、弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いした奴は忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望、巴は神道よ。猛虎は殺す。尋常に勝負。タヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず。心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛むわ。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。
中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよう。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やるかいはあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。間抜け。早く言いよ。マジだな。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。
捕虜を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。巴は、待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。ウミワシの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島のものです。誰かお助けを。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、行ってよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。
るね。酒井。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。的に見立てたのか。先生、猛虎です。
やり、あっ、なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が。10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。そもだ、そんな時にあるもん。もう、ヘンドマン、ガクストステイ。ジャンマー、どうしよう。
猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村へわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。られたのに。酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。対馬一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。明日はいい日になるさ。叔父上を助けたら好物を用意せねばな。甘く煮た野菜とたっぷりの白飯だ。
巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後になる。何故です？弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は？弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられん。そろそろだ。用心しろ。
一番手は誰だ？進むぞ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。お主は優しすぎるな。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ？孫子か？叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。敵襲。蛇の住処もあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。助かった。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。これでハヤブサ王を落とす一夜を放てるでしょう。
石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾博則に撃たれた者の。黙れ。長尾博則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう、うん、村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、ソラ。
というものだ。いずれにせよ、打ち詰めの魂は罪を償いたいという一心で日吉をさまよっていると聞きます。酒井、手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。ヤクとステイ。どうしよう、どうしよう。どうしよう。手を放って来よったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろう。
お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。蜂の巣か。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。お任せを。お前はどこだ。来るさ。援軍が。奴らをメイクに落としてやれ。気負ったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、馬鹿にしておるのだ。
巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。